マイキャラ S の人大体性格ド S。 どうもジャミアです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。コウノツモは開幕 DT4 じゃないかな、 DT4 っすね。 DT4 に対して開幕 TSD、一回受けて TSD パフェあるか、 TSD パフェある。しかしアイミノの機密で TSD パフェ取れず、これはでかいですね。まあ取れてもこちら直列で生きていたのではないが、問題なかったっちゃ問題なかったけど、まあパフェ取れるか取れないかでだいぶその精神的状況っていうのが変わってくるんだよね。よっしゃパフェだーっていう気持ちよくなるか、まあ、パフェ取れなかったっていうショックがでかくなるんで、意外に、後々に影響したりするっていうね、まあ、精神面的な、ダメージがあります。さあ、3ライン消し、2ライン消し、テトリスを送る。下穴も、まあ、相手がばらけてるのに対し、こちらはまあ、割と直列できているので、有利と言おうとしたところだが、ここで穴バラが来る。その穴バラ来たのを見て、しっかり操作当ててますね、これ。無難に操作当てて、テトリスと、エステティックマジック、またテトリスエステティックマジックが操作当たる。しかし、Z ミノの置き水が辛い。しっかり回転にリカバリーして、ギリギリテトリス間に合った。危ない。なんとか間に合わせましたね。しかし、アイミノ超えて、T ミノから、間に合わなかったか。今の T ミノの2ライン消しまで間に合えば、全然耐えれたけど、ちょっと、間に合わなかったですね。アイミノを超えるのに、ちょっと時間を食ってしまったのが敗因だった。もうちょいね、右端にアイミノを超えるのを、超える操作を早くできれば、おそらく間に合ったと思うから、ここはまぁちょっと操作の問題でしたね。さあ、ここは、スミノ立てて、アイミノでしっかりTスピントリプル。Z ミノで、さらに先読みしたけど、これはちょっと、まぁTスピンに一応したか。したけど、ちょっとその後の地形が悪くなるんで、あんまりいい先読みではなかった。しかも、下穴もアイミノで埋まっているんで、これはまずいぞ。相手の地形が若干なんか崩れてるように見えるけど、まあ一応火力は遅れますね。しっかりテトリス操作やってて、なんとかタイに行ってるから、これは辛いぞ。サンライン消し。相手は、バックトゥーバック付きテトリス連打ですね。サンライン消しでタイに行って、再びサンライン消しからホリレンのルート。エルミのアイミノまでかな。エルミのアイミノまで繋いぐが、しっかりそれを操作外して、ちょっと T ミノ置きたかったところに J ミノ置いちゃって地形が辛くなってしまった。さあ、なんとか耐えているが、どうだこれは。アイミノで削って、サンライン消し。T スピンシングルからのテトリスのまとめ打ちが来て、結局刺さっちゃいましたね。この範囲は、左側か。左側に T ミノ置こうとしたところに、J ミノホールドが効かなかったパターンかな。で、置いてしまって、ちょっと地形辛くなっちゃって、掘り遅れたのが範囲だった。あそこにね、T ミノで置けていれば、結構、掘れたんじゃないかなと思うけどね。まあ、置きミスですね、普通に。さあ、今回は、相手 TSD 先読みで、しかし、T スピンシングルなんで、まあ、ジェルネイル。3ライン攻撃ですね。なってしまったんで大丈夫。あそこでそのまま T スピントリプル打ち切られたら、結構、こう危なかったんじゃないかな。さあ、一回エルミノで削ってからテトリス。これはいい判断。しかし、ちょっと不利かな、これ。T スピンダブル送っていける。まあ、相手を置きミスしたんで、大丈夫そうっちゃ大丈夫そうかな。一回削って、T スピンにしていく。T スピンダブルにしましたね。一応シングルにすれば、次テトリスになったけど、まあ別にダブルでも全然問題ないと判断して、ダブルにしていった。それで、ダブルからの、火力効率のいいテトリスが刺さったかな、多分今。その後、エスミの置きミスしたけど、まあ、相手が刺さったんで、結果オーライって感じです。今回は開幕パフェ済み。で、パフェ取れる。相手は、中開けテトリスの、無難な、火力重視な感じですね。さあ、一回操作やってた。ちょっとここでホリレンのルート見てるけど、それに対して相手は中開けテトリスの火力重視。シングロナイズアタック、シングロナイズアタック、シングロナイズアタックで、3ライン、3ライン、3ライン、9ラインを送る。T スピン作って、TSD からの、J ミノと掘りに行くけど、あんまり掘りの目が見えてないぞ、これ。しかし、ここで掘りレンのルート見えていく。T ミノ、J ミノまで。で、しっかり T スピンシングルでドネイトして、
さあ、これは地形がいいから有利だぞ。俺は強い。この地形は強い。しっかり総裁外して。いや、外せなかったか、今の。総裁外して3連発遅れれば、これ相当有利になれ、なってたんですけどね。ちょっと総裁外すタイミング合わずに、総裁外せず。おっと、今の相手、あいみのめっちゃ回転寝して、じゃ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 って、回転寝の音が鳴ってたけど、超えずに刺さっていく。今のあいみの超えれば、全然まだまだワンチャンあったと思うんですけどね。ちょっと高さが、高すぎたって感じかな。ちょっと高さが、高すぎ、新作って感じでしたね。今回は、DTTKI で、T スピントリプル打つ。TSD 無難に操作やっててから、高さ合わせて、TSD テトリスの地形。下長これ直通できているので。しかし相手も地形いいっすね。なんでまあ、五分って感じかな、現状は。TSD、それを操作外して、テトリスからのホリレンのルートか。S ミのあいみのまで。あれはまあまあ強いけど、まあでもその後の地形があまり良さそうではないと言おうとしたけど、どうだろう。S ミノと大ミノの置きミス。さあこれはでかいぞ。T スピンダブルで火力作っていけど、まあこちらはしっかりそれを見て、総裁外して火力を送ったのが刺さっていきましたね、これ。まあ置きミスした場合って、その、まあ総裁を当てるために火力を作るってると思うんで、そこを見た上での総裁外しって感じですね。基本的に、置きミスした時って2択で、その、掘りに行くために、てか、掘り重視にするか、まあ、火力で総裁を当てるかっていう、まあ、大体2択なんですよ。で、相手がまあ、軽くそこで無理やり作ってきてたんで、そこを総裁外してしっかり刺しに行ったって感じですかね。で、まあ、もちろん、掘りに行ってたのを見たら、まあ、総裁外しはせずに、どん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 火力を送るっていうのが、基本的な立ち回りの一つかな。結構ね、そこら辺見るか見ないかで、総裁、例えばなんだけど、相手が掘りに行ってるところで、まあ、総裁を外そうとして、待ちながら立ち回ってると、結構その間に掘られちゃってるって可能性があるんだよね。あんまり総裁外しようとしても掘りに行ってるってだけなんで、あんまり相手から火力来ないんで、継続して火力を送るっていうのが重要になりますね。あ、もう一つ見ていきましょう。まあ、そこら辺の判断はしっかり、ま、凝視した上での判断力になるんで、あ、ちょっと難しいんだけどね。さあ、今回は、開幕 TSD。相手がパフェ済みだったが、おっと、2列パフェないか。テトリスからの、ジェイミのね、2連パ、2連パフェじゃない。2列パフェありそうだったけど、なかった。さあ、お互い地形いいぞ。こちら T スピントリプルだけど、相手も、直列で、どん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 火力出そうな地形。2連発送られてるけど、1回総裁外して火力送って、ジェイミの、エルミの、さあ、ホリレンドルとありそうだぞ。ジェイミの、S ミの、Z ミの、T ミの、アイミのまでか。その、ホリレンのルートが刺さっていく。まあ、これも、どうだったかな。相手、置きミスしてたけど、無理やり火力作ったっていうのが、地形を悪くして、そのまま刺さったって感じですかね。さあ、これ、直列できたら、アイミノがあれば、ラッキーパフェ。取れたけど、ラッキーパフェというか、まあ、アイミノなかった上に直列も来なかったんで、ラッキーパフェは取れなかったですね。さあ、ダブルダガーで、TSD、TSD2 回火力を送る。これ、Z ミの先読みですね。先読みになってて、テトリスからこう、TSD ダブルの形。しかし、相手も地形いいぞ。エステティックマジック、テトリス。しかし、ちょっと T ミの使いすぎてるぞ。T ミの置きミスかな。テトリスなんとか総裁間に合うか。アイミの、きついか。右側に T ミノで1ライン削れば、一応致命判定は逃れるものの、その後が厳しいですね。やっぱりT ミノ置きミスで、おそらく2回使っちゃったのが厳しかったかな、相手的には。さあ、TSD で、TSD を総裁外して、ちょっとテトリス遅かったけど、まあこれは穴直通できてるんで、ね、相手も直通できます。お互い総裁当てて、無難。2ライン消しで、一回ちょっとまあ、穴ブラ送りたいところだったが、まあそんな言ってないですね。テトリスから、無難に平積みで。これ、まあこれですね、今の。相手がバックトゥバックついてない攻撃に対して、バックトゥバック付きの攻撃を送ったんで、一番下に穴ブラ行ったが、その後の穴が直通というか、ん直通じゃない。その穴のところにもう一つ穴来たんで、まあ2ラインになっちゃったけど。ああいう意識配分が結構後々の、穴バラの影響になると。と言っていたところに、
なんだったかな今のは。ちょっと積みすぎて、Tスピンダブルが間に合わず刺さっていった感じですよね。これはあんまり良くない、負け方だったな、今の。ああいうのって、その、無理やり間に合わせようとして間に合わないっていう負け方は結構良くないんですよね。妥協するべきだったところを、ちょっと無理すぎて、間に合わず刺さっていく。さあ、これはホリレン乗るとありそうだ。J ミノ、T ミノ、Z ミノ、S ミノ、I ミノ、L ミノまで強い。このツインインパクトまでのホリレンは強い。さあ、TSD 作って、ここら辺相手見ながら。相手 T スピンダブル、テトリス送る。で、しっかりちょっと見て、1ラインでも総裁外して、これですね、テトリス持ってるんで、しっかり総裁外し、その総裁外したのが、直列できたんで、直列をうまく利用して、テトリスで刺さりましたね。ああいうのね、結構その、相手が地形高いからすぐ撃っちゃうっていう、意識配分というか、どうしてもその、癖が抜けないところはあるんだけど、こういうとこをまあしっかり見ることによって、総裁外しで、直列で今来たんで、総裁外しのおかげで。その直列がすぐまあテトリスになって、刺さったって感じなんでね、しっかりまあ総裁外しすることによって、相手にも火力をくれるし、その、直列で来た場合はすぐにテトリスで火力も送ることができるんで、しっかりやっぱり見ること重要ですね。ただ単に、もう火力を食ってってやってると、相手側にその総裁というか、もう合わされちゃうんで、結構相手にペース握られて、掘り切られて逆転されるっていう可能性もあるんで、まあ、しっかり相手を見るということが重要になりますね。はい、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。